作用反作用の法則というのを説明します。これは簡単そうに見える割には理解が厄介な法則です。釣り合いの力とこの作用反作用の力がごっちゃになってしまいやすいのです。前に読んだ本で大学の物理の先生も高校時代にこの区別に悩んだって書いていました。私、丸尾も悩んだ一人です。わはは。このようにボールを投げる時を考えましょう。プロ野球のピッチャーは何球もボールを投げると爪が剥がれてきたりすると言います。それはボールを投げるとき、指がボールを押すと同時に、指がボールから押し返されているということなのです。これが、指がボールを押す力。こっちが、ボールが指を押し返す力です。ここで、とっても重要なことは、この力と、この力が、全く大きさが等しい、ということなのです。ええー。それじゃあ、ボールは前に進まないのではないのですか？ふふふ、そう来ると思いました。そのような勘違いが起こるのです。この時、ボールに働いている力は、この力だけなのです。こっちの力は、あくまでも指に働く力であり、ボールが進むのを邪魔する力ではないのです。あえて言うなら、空気がこちらからボールに当たってくるので、ボールが進むのを邪魔する力は、この力になるのです。ああ、そうだったんですね。わかりました。じゃあ、この風の力がとても強い場合には、ボールは指で押しても、前に進まないのですね。その通りです。